どうも赤ショッピーです。今回も、当店初入荷ですね、ナマズの仲間レプトドラスカタニアイですね、が入荷しております。大きさで言うと15センチぐらいあるのかな。このなんか小さい100均で売ってるこの S サイズのプラケのちょっと余る程度ですね、2センチぐらい余る程度です。これぐらいの大きさです。今のところなんかパッと見の印象、これすげえ細いナマズだなと思いましたね。なんかね、アジのようなこう生後のようなこんな感じ。でもよーく見るとですね、このここの線状の中生後みたいになってるところ、下が青く上が黒いっていう、ちょっとわかりますかね。そんな微妙ななんかこう点々の輝きのようなやつがこのほっぺの方からずーっと続いてるんですよ。そして下が青いんですね。で上のライン、ここの点々のやつが黒、そしてあととこのヒレ、ここのヒレが青い。まあ、生特有のね、背びれとこの胸びれのところのやつのとこ硬いところは、まあ、他のやつも一緒ですけどね。あと特徴的なこのブラシのようなこの口先の、あ、今開いてますね。これ不思議ですね。これ多分下の方のやつをモップのように根こそぎスパッと取っていくんでしょうね。口がですね、意外と見えるかな、小さいんですよね。ちょっと見えづらいですね。こんな感じ、下から見るとなんかドラゴンみたいですよね。いや、なんかシンプルにちょっと綺麗な感じかなと思います。ちょっと仕上がりが見てみたいですね。結構珍しいと思いますので、ぜひね、欲しい方は検討をよろしくお願いいたします。カマツカみたいですね、顔が、ね、綺麗でしょこれ。まあ、いる間の成長楽しみですねこれ。はい、こんな感じです。よろしいでしょうか。以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。